佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。こんばんは、佐藤ひろ子です。さて今日はこちらのお店に来ています。田園吉本地域図チャンネルでもご紹介した話題のお店、栃木県宇都宮市にある寿司のたまる屋田園のランキングをしていくよ。今回はどんなランキングになるのかな。大変です。はい、まさかまた今日もランキングがつけられないんですけど、はい、ノープランかい。何かいいアイディアがあったら教えてください。じゃあ、うん、めちゃくちゃ柔らかい、これは噛むか噛まないかでもこれいけるぐらいのじゃあ魚介縛りの柔らけランキングにしましょう。いいですね、それいきましょう本当にそれランキングするの。ひろこちゃん、海鮮ってほとんど柔らかいんだよ。じゃあわかりました。じゃあ田園のバラちらし柔らけランキング堂々第3位の発表です。ドルルルルルルバスエビ。そりゃそうでしょうよ。お味はどう？うん、柔らけでしょうね。この柔らかさは私の二の腕と同じくらい柔らかいです。なるほど。なるほどじゃないよ。そして第2位の発表です。ドルルルルバスカキ。いや、おーじゃないよ。柔らかいでしょうね。うちのベッドより柔らかい。どんなベッドよ。そしてお待ちかねの堂々第1位の発表です。ここまで来るとちょっと気になっている私がいます。ウニー。うわ、もうってウニがあったね。お味はどう？溶けた。味の感想は？入らないです。これは本当に溶けます。優しい優しい、うちのお母さんより優しい。皆さんもね、ぜひ田園に足を運んでいただいて、このバラちらしを召し上がってください。ご注文いただいてご自宅で食べるなんていうこともできちゃいますのでね。詳しいこと概要欄に貼っておきますので、そちらをぜひチェックしてみてください。いや、見事な味の感想を言わないひろこちゃん、あっぱれでございます。エンディングはそんなひろこちゃんが歌う田園。この曲歌いこなせると気持ちいいのよね。ってそんなことは置いといて、栃木県宇都宮市にある寿司のたまる屋田園は毎日新鮮な海の幸を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしてますよ。海鮮丼バラちらしを紹介した時の動画の URL も概要欄に貼っておくから、ぜひチェックしてみてね。そんじゃまた次の動画でお会いしましょう。ナレーションはモコちゃんでした。あ、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。